今日7月15日は海の日です。まだ梅雨が明けてない地域も多いですが、東日本や西日本では蒸し暑い日が続いています。海水浴に出かける方もいるのではないでしょうか。海水浴は楽しい反面、沖に流され溺れたという水難事故が毎年数多く報じられます。この原因の一つに離岸流と呼ばれる海水の流れがあります。離岸流とは波に運ばれた海水が沖に戻るときに発生する強い流れのことです。この図は上空から見た海岸の様子で、上が沖を示しています。離岸流の規模は波の高いときほど大きくなり、幅は10から30メートル程度、長さは数十メートルから数百メートル程度に及ぶこともあります。流れの速さも波が高いときほど速くなり、秒速2メートルを超えることもあります。このような速い流れのときは、陸に向かって泳いでいるつもりでも沖に流されてしまうことがあります。一見波が低く見える場所でも離岸流が発生していることがあります。ただし実際に海の中にいると気づきにくい現象です。もしも離岸流に流されたと気づいたら、落ち着いて浮くことが重要です。まずは慌てず落ち着いてください。可能であれば周りの人に流されていることを知らせましょう。そして無理に岸に戻ろうとせず、岸と平行に泳ぎ、沖への流れを感じなくなったら岸に向かって泳ぐ。泳ぎに自信のない場合は無理に泳ごうとせず浮くことに専念する。離岸流の中で岸に向かって泳ごうとすると、泳ぎに自信のある人でも流れの速さ次第では前に進むことが困難で、体力を激しく消耗してしまいます。落ち着いて浮き、可能なら岸と平行に泳いでみてください。そうすることで離岸流から脱出し、比較的楽に岸へ戻れる場合があります。これから海水浴のシーズンを迎えますが、海で遊ぶ際は離岸流に注意してください。今回ご紹介したトピックスはお天気ニュースチャンネルから確認できます。